アルベールメンミは、チュニジアの小説家、追筆家、フランス語マグレブ文学を代表する作家の一人で、ある。アラブ世界における、ユダヤ人の特殊性を異質性権をとユダヤ性という概念によって分析し、人種差別、植民地化及び依存の概念を再定義した。代表作に、植民地、その心理的風土、あるユダヤ人の肖像、イスラエルの神話、 脱植民地国家の現在、ムスリムアラブ系を中心に、などがある。アルベール・メンミは1920年12月15日、チュニジアの首都チュニスのユダヤ人居住区に生まれた。父フランソワ・メンミは、イタリア系ユダヤ人で、バグ職人、母マルグリット・サルファーティはベルベル系ユダヤ人で、母国語は、ユダヤ・アラビア語である。アルベールは、第一子で、7人の姉妹兄弟がある。 彼は、自らの境遇を、生活必需品を手に入れるのにも苦労するような過程で、フランス保護領ムスリム、アラブ国家のユダヤ人で、非植民者、二流市民であったと説明している。諸島教育は、主に地中海沿岸諸国に離散していた、ユダヤ人の指定に対してフランス語による、諸島教育を行うために1860年に、設立されたアリアンスイスラエリットユニベルセルで受けた。 チュニスのフランス語中東教育機関リセカルノに入学し、アルジェリア生まれの作家、文芸評論家、ジャン・アムルーシュに指示。さらに、アルジェ大学で哲学を専攻した。1942年にナチスドイツがチュニジアに侵攻し、数ヶ月にわたってユダヤ人数千人を強制収容、強制帳募した。連合軍の爆撃によって、道路、橋梁、 空港などの戦略上重要な施設が破壊されると、ドイツ軍は、この修復のために17歳から50歳までのユダヤ人、約5000人を強制労働に着かせた。メンミは1943年にこうした強制労働収容所に入れられた。哲学のアグレガシオンの準備のために突出し、ソルボンヌ大学に学んだ。帰国後、母校のチュニスカルの高等学校及び、 社会心理学研究所で教弁を取る傍ら、ハビーブ・ブルギーバーが1932年に創刊した、フランス語新聞、アクシオン・チュニジエンヌの文学欄を担当、チュニジア独立運動に参加した。チュニジアのユダヤ人として、アラブ人との共闘を選択した数少ない一人で、ある。1956年3月20日に、チュニジアがフランスから独立すると、同年9月に、 再び都府し、高等研究実習院で、社会心理学の講座を担当した。また、ヘック経営大学院、パリ大十大学で教弁を取り、フランス国立科学研究センターの研究員、及び、作家、翻訳家のフランソワ・マスペロが1959年に、設立した、マスペロ出版社のシリーズ、マグレブ県の編纂責任者を務めた。百六十七年、 フランス国籍を取得した。2020年5月22日、パリにて死去、去年99歳。メンミが生まれ育った、チュニスユダヤ人居住区のシナゴーグアルベールメンミは、自伝的小説を多く表している。アルベール・カミューが序文を書き、1953年に発表された、諸女作、潮の柱、あるユダヤ人の青春は、フランス語マグレーブ文学の古典とされ、 アラブ世界におけるユダヤ人のアイデンティティ、個人とユダヤ人共同体及び共存、共生する他の共同体の関係を追求する作品である。1962年発表のあるユダヤ人の肖像を面には当初、他の自伝的小説と同じように個人史として書き始めた。ユダヤ人としての自分自身、私の人生におけるユダヤ人であることの意味を理解するためであった。だが 彼個人の経験が他の多くのユダヤ人の経験に重なり、個人史を超えたユダヤ人共通の運命があることに気づき、このユダヤ人に共通の運命、歴史を語る必要があると考えるようになった。メンミはアラブ世界におけるユダヤ人の特殊性を異質性権をとユダヤ性という概念によって分析し、人種差別、植民地化及び依存という概念を再定義した。 異性愛権をとも訳される異質性権をは、面密にとっては、才を根拠にした、あらゆる他者の拒否であり、人種差別とは、現実の、あるいは架空の際に、一般的、決定的な価値づけをすることであり、この価値づけは、告発者が、自分の攻撃を正当化するために、被害者を犠牲にして、自分の利益のために行うものである。彼は、私は、アラブ諸国に生まれ、 アラブ諸国の人々と友情、愛情を保ち続け、しかも、それが堅固なものだと信じている。私が最も自然に自分に合っていると感じるのは、アラブ諸国におけるその光、匂い、果実、人間的接触の質なのであると語る一方で、アラブ諸国におけるユダヤ人は敵意を持つ環境におけるマイノリティであり、アラブ人との共生は恐怖、不安であるばかりでなく、 脅威に満ちたものであり、実際、その脅威は繰り返し現実のものとなったと書いている。しかも、独立後のチュニジアが、ムスリムアラブ国家に変わっていく過程で、ユダヤ人が排除された以上、ユダヤ人の抑圧に終止符を打つための運動は、ユダヤ人国家を建設する、シオニズム以外にはあり得ないと考えるようになった。面見の代表作は、 植民地支配下に生きる抑圧者と非抑圧者の相互依存関係を分析した植民地、その心理的風土であり、ジャンポール・サルトルが序文を書き、1957年に刊行された本書は民族解放運動の推進力となった。1968年発表の被支配者は植民地、その心理的風土と同様の手法によって黒人、 非職民者、プロレタリアート、ユダヤ人、女性、家事商人などの非抑圧者の肖像を描いた作品である。相互依存関係の概念をさらに拡大して、1979年に依存、依存者の肖像の素描を発表した。本書の序文はフェルナン・ブローデルが書いている。面味は、恋愛者、土博者、喫煙者、飲酒者、信者、患者、活動家など、 すべての人間の中にある依存の心理を分析している。脱植民地国家の現在、ムスリムアラブ圏を中心に、は2004年に刊行された。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を契機に、2002年4月のチュニジア、ジェルバ島の自爆テロ事件、2003年5月のモロッコ、カサブランカの爆弾テロ事件、2004年3月の マドリード列車爆破テロ事件など、イスラム原理主義の脅威が急激に高まり、フランスでも郊外に住むイスラム系移民と、イスラム原理主義との関係が懸念されていた時である。また、まさにこうした関係を分析した本書の刊行の翌2005年10月に、パリ郊外暴動事件が起きた。本書は、第一部の、新しい市民で、独立後のムスリムアラブ国家における政治的指導者の、腐敗。 発生、そしてこうした土壌からイスラム原理主義がはびこっていった過程を分析し、第2部移民でムスリムアラブ国家から旧宗主国へ移住した者たちが万流というゲットに追いやられ、貧困と排除による敗者の炎恨を抱き、こうした母国と受け入れ国での二重の失敗による若者たちの心の隙間に原理主義が入り込んでいった過程を分析している。ありがとうございます。